皆さんおはようございます、それではこれより新型コロナウイルス感染症、クラスター関連の福島市医師会の合同記者会見を行います。本日は福島市医師会岡野会長にもご同席いただいております。内容についてまず市長よりご説明申し上げます。はい、皆さんおはようございます。昨日速報でですね、福島西部病院におきまして、院内感染によるクラスターが発生した旨をお知らせさせていただきました。本日はまずそのクラスターの概要について私からご説明をいたします。そして皆様から基本的なことについての質疑を私が対応させていただきます。詳しいことはまた後ほど事務方にご質問いただければと思います。その後福島市と福島市医師会とで福島市新型コロナ緊急警報を発令をさせていただきます。そのお話を福島市と医師会の岡野会長をいらしていただきますので、岡野会長の方からお話しいただく、そういった段取りで進めさせていただきます。それではまず私からですね、西部病院における感染の状況についてお話をさせていただきます。これまでに合計27名の陽性が確認をされました。内訳は患者が13名、職員が12名、出入り業者が2名であります。この職員の12名の中には医師は含まれておりません。経過を申し上げますと、18日に職員1名の検査を実施した結果、陽性が判明をいたしました。福島市保健所ではこれを受けまして、院内感染の恐れありということで、早急に検査を実施をいたしまして、昨日26名の陽性を確認したわけであります。現在までのところ、この2日間でですね、合計54件の検査を実施しておりまして、そのうち27名が陽性という状況であります。私どもとしてはまず感染リスクの高い方から今回検査を実施をさせていただきました。そしてこれ以外にもですね、130余りの検査を実施しておりますので、今後その結果が出てくる見込みであります。で、福島西部病院の概要を申し上げますと、職員は約160名ということでありまして、内訳は医師が14名、看護師等が46名、その他の職員が約100名ということになっております。で、病院のベッド数はですね、99床ありますが、現在は43名入院患者さんがいらっしゃるという状況であります。で、病院側では、この、18日に、職員1名の、陽性が確認されたのを受けまして、19日から、外来診療、新規入院患者および、救急患者の受け入れを、休止しているという状況であります。現在福島市保健所ではこの病院に対する検査を継続して調査を実施しているところでありまして、感染経路等の調査はまだ判明していないという状況であります。で、現在の状況を申し上げますと、感染が確認された入院患者さんはですね、要介護の状態の方が中心でありまして、なかなか移動が困難な状況であります。そのために現在は病院の中にて治療を継続している状況であります。で、病院では福島県立医科大学の感染制御支援チームの指導を受けまして、病院内でのゾーニング、いわゆる、感染の恐れのあるゾーンと、安全なゾーンですね、これを、分けて、感染防御を徹底し、懸命に対応している状況であります。しかしながら、従事者にもこのように12名の、感染者が、出ておりますので、今後どのような、治療を行っていくか、
なかなか見通しが立っていないという状況であります。まあ、その点ではですね、今後も外部のご支援をいただきながら、当面、病院内にて、治療を、継続しながら、今後どのようにしていくかということを検討していくことになろうかと思います。で、それにあたってはですね、まあ、何よりもまず病院の中での、感染の制御が重要でありますので、医大の、感染制御支援チームのご指導をいただきながらそれを実施するとともにですね、この入院患者をどのように、まあ、扱うというか医療を提供していくかということに関しましては、医療機能維持調整のための DMAT というまたチームがありますので、それを派遣いただきまして、その指導を受けながら、今後の治療方針を考えていきたいと思っております。まあ、県からも応援をいただいておりまして、調査あるいはそう今後の指導支援に入っていただいているという状況であります。で、こちらでちょっと市民の皆さんにお願いをしたいんですけれども、次の、西部病院におきましては、まあ、この18から、その感染が始まったというよりはですね、やっぱりこれだけ広がっているところから見ると、それ以前から、感染が拡大していたというふうな推測ができます。そのために、西部病院を、利用した皆様にはぜひご自分の体調を確認をしていただいて、そして、まあ、症状があったりちょっと体調が優れないという方におきましては、まずはかかりつけの医のある方にはかかりつけの医療機関に、ご相談いただきたいと思います。それからかかりつけ、医がないという方に関しましては、こちらの受診相談センターあるいは発熱外来の受診相談電話にできる限り早くご相談いただきたいというふうに思います。その際には西部病院を利用したということをおっしゃっていただきますれば、我々もそれなりのまた判断がしやすくなりますのでよろしくお願いいたします。まあ、特に12月以降ですね、ご利用された皆様にはこうした注意をお願いし、かつご相談いただければと思っております。まあ、その他不安な方におかれましてはですね、新型コロナウイルスの一般電話相談を実施しておりますので、こちらにご相談をいただければというふうに思います。クラスターの説明は以上ですが、ここでメディアの皆様にお願いがあります。このクラスターのですね、発表以降多くのメディアが押し寄せまして、特にテレビですが、内部を撮影してほしさせてほしいとか、そういった要請が、まあ、来られて、まあ、ある意味、病院の中での治療とか、あるいはそのこれからの調査というのを、支障になってきつつあります。ぜひ何よりも大事なのは、今ここで感染を防止して、そして、入院されている皆様の命を守ること、それから、できる限り早く調査をして、感染の拡大を止めることですので、そしてまた内部を撮影されているのは様々な、入院患者のプライバシーを阻害する恐れもあります。現に内部の撮影をさせろといったような申し出は慎んでいただきたいというふうに思います。皆様にも感染の恐れがあります。雲仙の災害では、まあ、こうした要請を、まあ、無視されて危険なゾーンに入ったか多数の方メディアの方が亡くなられたという、事実もありますので、ぜひ皆様には良識を持った対応をお願い申し上げたいというふうに思います。クラスターに関する、私からの説明は以上であります。まず基本的なところで皆様からご質問いただければと思います。はい、それではですね、質問のある方は挙手の後ですね、社名と氏名の方もお願いいたします。はい、じゃあ民放さんお願いします。福島民放の亀山です。市長が先ほど説明いただいた中で、2日間で54件の検査をして27人の方が陽性っていうのを確認されたということは、この 54-27 の数字の方は陰性だったということでよろしいですか？はい、その通りです。以上です。ありがとうございます。
はい、それでは共同さんですね。共同通信の渡辺と申します、はい、昨日の段階リリースの段階では、院内感染とクラスターは疑いというような表記をされていると思うんですけども、今日の段階では、院内クラスターと院内感染のクラスターそれぞれもう発生したというような認識を持っていらっしゃるのかどうかお伺いします、はい、その通りです、はい、よろしいですか、はい、では河北さんお願いします。河北新報の神田と申します。12月18日の日にですね、はい、この職員1名の検査を実施するに至った経緯というのはどういう経緯なんでしょうか。はい、これは事務方の方からお願いできますか。後ほど今ここでやりましょう。はい、この職員さんが、18日まで勤務をされてたんですが、18日勤務の途中で倦怠感ですとか悪寒が出てまいりまして、発熱、熱を測ったところ発熱もあるということで、その病院の方を受診されて、そこで検査をされ、さらに保健所の方に連絡があり PCR 検査を実施した、そういった経緯でございます。先ほどの市長が12月に西部病院に入った方、関係ある方はこちらの方にお電話くださいというお話されてましたけれども、いつ頃からそういうようなこう病院の医師さんがですね、この職員の方がですね、そういう、なんていうんですね、保菌状態でですね、あったかというふうな推測みたいなものは今のところは分かりません、はい、分かりませんが、やはりこれだけ広がっていったところを見ると、ごく近い状態ではないだろうというふうに推測しておりますので、その点では我々できる限り広めに見て、12月以降で特にそういった懸念のある方はご相談いただきたいというふうに考えております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他質問ございますでしょうか。はい、朝日さんお願いします。朝日新聞の深津です。医師と看護師、職員の方、なんですけども、勤務の方は当面、感染確認されてない方も含めて、何日も出勤はできないということですか、それとも感染が確認されてない方の何人かは勤務に当たられるのか、その辺をちょっと教えてください。はい、それでは私の方から回答させていただきます。今現在では陽性の確認された方は、まあ、自宅待機なりということで出勤しておりませんが、陰性の方まだ確認されてない方は今の段階では出勤して、もう対応、いわゆる通常の業務につかざるを得ない状況になっております。で、今後どういう形でこれを継続していくかっていうのは、検査の結果を踏まえて判断、病院とも協議していきたいと思っています。ということは、現時点で医師看護師を病院以外から派遣して受け入れてるっていう感じところまではまだはそこまで、そうですね、診療に関しては今DMAT の先生中心にそういったあたりのことも調整といいますか、どういったんですか、検討していただいているところです。もう一点お願いします、はい、先ほどの質問でもちょっとあったんですけども、一気に27人、まあ、1人そして26人と一気に出てしまったんですけども、もうちょっと早く何かこう分かるようなことができなかったのかっていう部分もあると思うんですけども、その辺ちょっと推測にはなっちゃうんですけども、何かちょっと足りなかった点とか、それと一気にこれを確認されてしまったこの辺の要因っていうのを、もし教えていただければと思います。はい、まあ、要はこれまでに、検査という機会がなかったわけですね。で、その点では病院というのは何分にも今非常に多忙で、ちょっと調子悪くてもなかなか休めないという現状もあったのではないかなというふうには推察しております。まあ、そこで一定の異変を訴えていただければ、今現在は非常にこう幅広に検査をしますので、検査がまあできたんだろうと思います。それからこちらの病院はですね、要はその高齢の介護が必要とされる方が非常に多いわけです。で、介護の場合はですね、どうしても職員と入院患者さんが
非常に接近をしてあるいは触れたりする場面が非常に多くなるわけですね。その点ではどうしても感染しやすくなる面があって、そして、まあ、その点ではかなり広まる確率が高く確率が高くなってしまったということではないかなというふうに思っております。よろしいですか。はい、ありがとうございます。他質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、まあ、詳しいことはまた後ほど、事務方の方にご質問いただければと思います。それではですね、こちらの方に掲示をさせていただいておりますが、福島市、新型コロナウイルス緊急警報を発令をさせていただきます。お手元の資料にありますようにですね、福島市では12月に入って感染例が急増し、発生率は東京大阪並みに上昇しています。感染経路不明な陽性者も増加しています。年末年始人の動きが活発化し、感染拡大が加速していく恐れがあります。手術が可能な救急医療機関もですね、この度の福島西部病院のこの休止によりまして2つの病院が休止となりました。市内の医療体制は非常に厳しい状況が続いており、さらに逼迫して救急医療など命を守る通常の医療が行えなくなる恐れことも懸念されます。感染を抑え医療を守り、自分の命、大切な人の命を守らなければなりません。このため福島市新型コロナ緊急警報を発令いたします。正月三が日までの間最大限の警戒をお願いいたします。市民の皆様、事業者の皆様と心を合わせて感染防止対策を徹底していきたいと思います。感染拡大を抑え込んで年明けを迎えることができるようご協力をよろしくお願いいたします。年末年始市民の皆様へ特にお願いしたいことと申し上げればとすればですね、まず一つ目にはできる限り不要不急の外出はお控えいただきたいと思います。二つ目、家族などいつものグループでお過ごしください。帰省はできるだけ、控えていただくよう呼びかけていただきたいと思います。3点目です。忘年会等は控え、会食はいつものグループ、小人数短時間でお願いいたします。4つ目です。初詣等において、混雑あるいは人前でのマスクを外す行為、飲食ですね、こういったことは、避けていただきたいと思います。それから5つ目です。今回のこの感染状況を見てみますと、飲食店とかそういったところからですね、非常に身近な家庭とかそういった場所に移行しつつあります。このために家庭内など近しい人との間でも基本的な感染防止対策の徹底をお願いいたします。マスク、手洗い、距離を取るといったことを油断をしないで、本当に身近な人との間でも徹底をしていただきたいというふうに思います。これは、福島市と福島市医師会からの、共同の、警報発令という形にさせていただきます。ちょっとこちらご覧いただきたいと思うんですが、はい、市内のですね、救急体制はこのようになっております。まあ、まず、入院が必要のない場合の軽症なケースはですね、一時救急機関ということで、まあ、いわゆる、診療所などで、この受診をいただくという形になっております。そして、日曜休日とか夜間に関しては、休日当番医あるいは夜間急病診療所といった形で今対応しているわけですが、なかなかこの一時救急では対応できないような、この症状の場合ですね、入院が必要だったり手術が必要だったりとか、このような場合は二次救急医療機関というので対応しております。そしてこの二次救急も、まあ、輪番制ということで、やはりお医者さん通常の医療をやりながらの、その夜間などのこの
対応ですので、我々回しているわけであります。で現在福島市ではこの3次救急の医大も含めてですね10の機関があるわけですけれども、今回、赤十字に加えて西部病院も、休止ということになったことで、この二次救急機関、まあ医大も含めると8つに減ってしまいました。ただでさえ 年間ですね1万3000件あって、この、二次救急の対応というのは非常に厳しい状況にあります。ここに今回2つの病院が診療休止になったということで、さらに他の病院の皆さんにもしわ寄せがいきますし、厳しい状況になってくるわけであります。で、まあ、この二次救急では対応できないのは、まあ、医大が三次救急としてあるわけでありますが、まあ、とにかく年末年始は、こういった対応の中でもですね、特に医療機関機関の状況が手薄にどうしてもなってしまう、まあ、我々、まあ、今回コロナがありますのでできる限り手厚い対応をお願いしておりますが、それでもやはり、年末は手薄になりがちであります。従いましてこの年末年始なんとかこの、病気の方を出さない、あるいは新型コロナの感染者を出さないというのが極めてこの医療を守るためにも重要になっておりますので、ぜひただいまの緊急警報に基づいた対応をですね市民の皆様にお願いをしたいというふうに思います。次お願いします。でこの、警報の関係の中でですね、市として簡単にちょっと対応していくものをまとめさせていただきました。最優先で行わなければならないのはこのクラスターの関連の対応であります。関係者の検査調査あるいは入院患者への対応等を早急に実施してまいります。そして先ほどお話ししましたように病院利用者への呼びかけをして、そして検査を実施をしていくと、そして、まあ、もし感染している人がいらっしゃったらそこからの拡大を抑えていくという対応を急ぎたいというふうに思っております。それから、緊急警報の市民への呼びかけであります。やはり市民の中では危機感についての温度差がかなりあります。その点では我々隅々までこの危機感を共有できるように訴えていかなければなりません。そのために、一つは市民への直接的な広報強化ということで、実は昨日から、まあ、先週木曜日にですね最大限の警戒をということに対応いたしまして、広報車を市内循環させまして、市民への呼びかけを行っております。これを、緊急警報にまた、変換をいたしまして市民の皆さんに訴えていきたいと思います。まあ、その他にも直接的な広報強化もさまざまな手段を通じて実施をしてまいります。それから新聞テレビラジオなどでの広報強化ということで、まあ、昨日も特にラジオの皆さんには福島市のこの最大限の警戒をということを合間合間に入れていただいて広報していただきました。本当にありがとうございます。こういった対応をですねぜひメディアの皆さんにもお願いするし、我々も、メディアを使って、まあ、市としての広報を実施してまいりたいというふうに思います。3点目です。対策強化であります。一つは県との連携強化をさらに図ってまいりたいと思います。すでに保健師派遣につきましては、福島市のこの、感染が拡大する中でですね、毎日2、3人の保健師を、他の中核市などのご協力をいただきながら派遣をいただいておりますが、まあ、今回のクラスターを受けて、さらなる、増員を、まあ、していただけると、まあ、このようなお話を今させていただいております。こういった点で、県との連携強化を図ってまいります。また本市も、検査の、枠などの拡大を図ってまいりましたが、これだけ今検査が
必要になっておりますので、県との、検査支援などの連携を図ってまいりたいというふうに思います。まあ、その他もろもろ県とは連携を強化して、なんとかこの、福島市あるいは県北地区のですね、感染拡大を、連携して図っていきたいというふうに考えております。それから高齢者施設向けの対策徹底の要請であります。本当にこの寒い中でですね、高齢者への感染というのが危惧される状況でありますし、まあ、いつその従業員の皆さんに感染が及ぶということも考えられるわけでありまして、その点では昨日ですね、高齢者向けの対策の徹底について文書を持って要請をさせていただきました。それから年末年始の新型コロナについての受診相談あるいは一般相談を保健所でというか市の方で実施をしてまいります。それから福島駅東口地区飲食店の PCR 検査期間の延長であります。すでに多数の飲食店からお申し込みいただいておりますが、まだ申し込まれていないところもありますので延長し、また希望される居酒屋などもいらっしゃいますので、そういったところにもできる限り対応できるように検査期間は延長したいというふうに思います。でその他4点目、その他でありますが、成人式であります。こちらはですね、式典は、見送って、そしてオンライン開催と、させていただきます。新成人の写真を、インスタに掲載していただくなど、新成人の思い出に残る、工夫を、検討して、オンライン開催をにいたします。それから1月4日、仕事始めの日にですね、福島市では、商工会議所と共同で、新年市民交換会を実施しておりますが、こちらは今度の新型コロナへの対応に集中するために、開催は見送りたいというふうに思います。中止にするか延期にするかは、まあ、現在検討しているところでございます。それから、今般のこの、新型コロナの感染拡大に伴いまして、飲食店などをはじめとしてですね、市内で非常に厳しい、経営状況にさらされている、お店が増えているおります。そのために、福島市では、事業者向けの、年末年始の緊急融資を、この年内にも実施すべく今準備を進めております。無利子無担保で、事業者の皆様には、まあ負担がないような形で、この緊急融資を、実施してまいりたいというふうに考えております。詳細については、近日中に、お話しできるのではないかと思いますが、今現在その準備を進めているというところであります。福島市の対応、それから、まあ、緊急警報の概要については以上であります。では医師会長の方からお願いいたします。福島市医師会会長の岡野でございます。今桑田市長から発表というかございましたように、私ども医療を預かる身としてですね、一言お話ししたいと思います。市長申し上げましたように非常に医療体制が逼迫しております。その一例というかそれをお示しします。18日にですね、保健所さんと我々医師会の集まりがありました。市内の11の病院長の先生方にお集まりいただいて、第6回になるんですけれども会合を開きました。まあ、その場で今申し上げたように最初に日赤病院さんで都合5人の PCR プラス患者さんが出ました。今のところそこで踏みとどまっているという状況であります。また、まあ、昨日から今日にかけてですね、27名の PCR 陽性患者さんが西部病院から出たということで、まあ、非常に私はもうびっくりしております。一気にですね、27名という大人数が出たということに対して、これまでにない、数ですので、それで
18日の会議でいろいろ検討しまして、分かったことをですね、非常に今の福島市内の今の市長が申し上げた1時2時3時の救急医療が切迫しているということが分かって、その時点でまだ日赤3オンリーワンでしたけれども、それに対してどうするかといういろいろ方策を話し合ったわけで、こういうふうに あるんですけれども、二次輪板ですねの表がこうずっとあるんですけれども、この黄色いところが、日赤3が抜けたところをどういうふうにして穴埋めするかという一つの、でどうしても年末年始の27日ですかが、このピンクのところはまだ埋まってないんですね。まあ、それほど今福島市内の二次輪板は逼迫しております。でまた、一方ですね、患者さんどのくらい多いのかというと、これが、16日の段階で、図抜けて、多いのがこれですよね、 24.20 となっておりますけど、これは人口10万人体 の陽性者であります。県の平均が 5.87 です。で福島市だけが、郡山とかその他の市はみんなこう下になってるんですけども、福島市だけがずっとこう12月の3日からもう右肩上がりに上がってるんですね。皆さんもご存知のように人口10万人体の数で言いますと、それだけで言いますと20以上はステージ4になるんです。ステージ4というのはもう医療状況が崩壊していると言ってもおかしくないという状況なんですね。他の、郡山とか、いわき市さんとかは、さほどこう上がりが鈍いんですけれども、福島市は16日の段階で24です。西部病院さんがこういうことになって、この曲線はさらに急角度に上がるんじゃないかと思います。そういうことで、まず一つはですね、救急医療が非常に逼迫していると。それどういうことを意味しているかというと、通常診療を非常に圧迫することになります。例えばですね、一例を申し上げますと、ある病院に PCR 陽性、疑いの人が来て、じゃあ検査しましょうということで検査しています。そこに救急車が入って、急性心筋梗塞の疑いの人が入ったとします。最初に入った人をまず見ますよね。そしたら次の人は見られません。ということはこれは命の選別になるわけですよ。言葉非常にきついですけれども、こういう状況に今なりつつあるということです。決して命の選別はあってはならないことではありますけれども、せざるを得ないという状況がもう目前に迫っていると言っても過言ではないと思います。重症化、我々、日々ですね、私もコロナ患者さん、コロナ陽性患者さんの話とか、あるいは実際私も診療とかも、若干対応してるんですけれども、私の試験でございますけれども、悪くなる人は、皆さん分かるように若い人は悪くなりません。ほとんどはですね、お年寄り、高齢者、それから持病を持っている人ですね。特にその中でも高血圧と糖尿病、これはちょっと要注意ですね。これ2つとも生活習慣病です。すぐ やめたからすぐ良くなるってわけじゃないですからね。これは常日頃のもう生活習慣をいかにこう良くするかということです。それからもう一つ、喫煙です。これは今日からでもやめられますよね。喫煙も非常に肺の状況を悪くして、コロナ肺炎の増を増長しております。そういうことでできることとできないこと、タバコなんかはすぐやめられますよね。100害あって一利なしでございます。
ストレス発散になるなどという方もおりますけれども、あれは脳が騙されていることなんですね。そういうことで若い人にこれからですね、特に注意するというか、情報を発信する場合、お年寄りとかみんなちゃんと真面目に新聞とかテレビとか見てるんですよ。見てない人たちが危ない。で、自分はかかってないと思ってる。それが一番若い人なんですね。ですからこれからのメディア戦略は若い人に対しての情報発信が大切で、若い人の協力を得るということが大切ではないかというふうに思っております。最後になりますけれども、病床の逼迫程度です。12月17日現在、福島市内ですね、コロナ患者さんを受け入れている、医大も含めて4つ、日赤病院、大原病院、済生会病院、医大病院あるんですけれども、そこでの予定している病床数が60床あるんですけれども、そのうち43床が埋まっております。これ病床占有率 71.67%、これはもう圧倒的にステージ4の段階に突入していると言って過言ではないと思います。いずれにしろ何回も口を酸っぱくして言いますけれども、今年の10月23日ですね、新型コロナウイルス感染症対策分科会が発表いたしました。一室の場面、ちょっと言いますけれども、飲酒を伴う懇親会2つ、大人数や長時間に及ぶ飲食、3つ、マスクなしでの会話、4つ、狭い空間での共同生活、例えば寮生活であるとか、トイレなどの共用部分とかというところですかね、狭い空間での共同生活。5つ目に居場所の切り替わり、これどういうことかといいますと、更衣室などあるいは喫煙所、休憩室などでの感染が見られておりますので、今申し上げた5つの、場面ですねを避けていただくということ、これもう10月23日に、政府から発表されておりますけれども、これは決して古いことではありません。皆さんくれぐれもここにいらっしゃるメディアの方々、もう一回ですね、市民の皆様にこういうことを発していただきたいと思います。以上です。はい、岡野会長ありがとうございました。それで今ほどのですね、緊急警報発令関係について、ご質問があれば挙手の方をお願いいたします。はい、すいません、時事通信の清水です。はい、緊急警報についてなんですけれども、期間は1月3日までで、1月4日からは基本的には自動的に解除されるという形なんでしょうか。はい、このままであればですね、はい、解除できることをなんとかそういうふうにしていきたいとは思います。よろしいですか。はい、他質問ございますでしょうか。NHK さんお願いします。すいません、 NHK の吉田と申します。医師会長にお伺いしたいんですけれども、先ほど言っていただいた10万人あたりの陽性者の数字はいつの時点のもので、何人かもう一度教えてください。それそっちの、ごめんなさい、12月16日の段階で 24.20 です。よろしいですか。はい、あと関連してなんですけれども、先ほど病床のお話で福島市内60床に対して43床とありましたけれども、市内の陽性者を鑑みますと、これもうすでには他の医療圏に患者の陽性患者を運んで協力してもらっているという状態だという理解でよかったでしょうか。おっしゃる通りです。市
内ではもう受け入れ困難という状態ですので、県内24の受け入れ医療機関に県の DMAT 統括の方でやっております。はい、よろしいですか。はい、では河北さんお願いします。河北新報の神田と申します。岡野会長にお伺いしたいんですが、先ほど日赤のですね、穴埋めとしてこう輪番でやってるけども、もう20、27日が埋まってないというようなお話されてましたけれども、これまたこれ福島整備病院がまた休止というふうになると、なおこれは厳しくなるというような状況ということになるんでしょうか。その対応ってどういうふうに、この整備病院がなくなった受け入れなくなったことについてですね、どういうふうに対応していくのかというのはどうなんでしょうか。全くおっしゃる通りで、もう頭が痛くなる状況です。ただでさえですね、年間1万3000件の患者さんを受け入れている中で、この2つの大きい病院がですね抜けるということは、もう本当に痛恨の極めです。それで、とりあえずはですね、とりあえずってちょっと言葉非常に軽いんですけれども、医大の方にお願いして、心よく鈴木博之院長先生に快諾していただいて、まだ27日の方はまだお話ししてないんですけども、この黄色いところとかの埋まってるのは福島医大って書いてあるんですけど、小さくて皆さんには見えないんですけども、そこは医大の鈴木院長のご厚意によっております。今後どうするか、また医師会内、また市役所と、それと、医大と三者で協議したいと思います。以上です。つまりその、整備病院 の, その、休止によって、さらにもしかしたらその臨番の体制強化しなきゃいけないけど、それはもう事実上今難しいというようなことだということなんですか。強化というよりも、もう穴埋めにどうできるかって そのことしか私ども考えておりません。はい、はい、よろしいですか。他質問ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは福島市と福島市医師会の合同緊急記者会見を終了いたします。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。